皆さんこんばんはジェームスです台風14号が来週韓国に直接影響を与える可能性が高くなりました台風の直接間接的な影響により韓半島に大雨が降る見込みです台風14号は明日12日の日曜日夕方台湾南西約10キロ付近の陸上に到着し14日午前には中国上海の南南東約130キロ付近の陸上に進出すると予想されています その後、韓国に向かい、チェジュ島の南の海上に進出すると予測されます。台風14号は、韓国の北に位置する、冷たい空気により、台風がこれ以上中国内陸を北上することができず、台湾を経て、韓国南海に進出するシナリオが有力視されており、その後は日本九州地方に向かう見込みです。結局、台風が中国、上海の方に上ってきながら、韓国の北に位置した、冷たくて乾燥した空気に止まって、 急激に韓国の南海岸のの方に曲がると見られて、韓国の陸上までは上がってきませんがチェジュ島南側の海上を通って日本九州に行くと予測されますチェジュ島の南の沖合に台風注意報や警報が発表されたら韓国の影響台風といえるかもしれません14日にはチェジュ島チェジュ島南方の沖合には台風特報が発表される可能性がありこのとき韓国に大雨が降るものと予想されます 韓半島上空に冷たい空気が止まった状態で、台風が多量の水蒸気を押し上げる場合、韓国に強い雨雲が形成される可能性があるため、豪雨の危険性があるため、備えが必要な状況です。一方、96W 熱帯上乱が、現在の統計129度付近の海上に位置し、強度は15の津ノートです現在日本本ののの沖縄本島の沖縄島合の海上に位置しています。 96w は15号台風ディアンヌーで発達する確率が高いですこうなるとトリプル台風13号のコモンズ14号のチャンズ15号の雨切りが発生します三つの台風の発生でチャンズとディアンヌーの藤原の効果が心配になります問題は結局沖縄で頭を立てた体制を伸ばしている 96w 台風として発達した場合15号台風ディアンヌーの歩みですね 14号台風ジャンプと15号台風天むの遭遇は必然的と見るべきならこの時に発生する藤原の効果は何を生み出すかは誰にも分かりませんもし本当に台風15号が作られて14号と2人で遭遇して藤原の効果を起こせばどんな効果が出ても日本だけでなく反半,半島も藤原の効果の影響圏内からは抜け出せないように見えます 15号台風、ディアムズが藤原の効果で、韓国まで大きな被害を与えるかは、これ以上見守らなければなりませんね。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後ままでごご視聴いいたた。だき、ありがとうございました